濃姫は自らの手で斎藤家を滅ぼし、乱世の呪縛を一つ解いた。美濃を得た信長は次に越前の朝倉家を攻める。朝倉は浅井長政に救援を求めた。だが長政は信長の盟友であり、妻は信長の妹お市であった。長政は苦悩の末、朝倉に協力し織田を討つことを決断する。長政の裏切りで織田軍は挟み撃ちに遭い、退路を断たれる。桶狭間の窮地を彷彿させる絶体絶命の危機である。信長の運命に、乱世の宿命に、濃姫は再びもてあそばれることになる。絶望的な状況、私たちを待っているの、地獄。第3話、金ヶ崎撤退戦。せめて私を楽しませて。長政の御子に信長のせいを断ち切る。信長の我々は命を落とす。この世には立候補する。信長の道を開くか。あなたと一緒に死ぬ気はない。姫様、今自分がこうだって考えて、どうしてそう思うの？悲劇のお姫様ぶってるのが可愛いなって思って。言ってくれるの？天下を一つにできるお方は信長様のみ。何としてもこの父を出さねばなりません。あの人がそう映るのか。これでは少し勇気がしませんな。死んだ信長を守るのがあなたの役目ではなく。あ、いや、まあお父様は痛いところをつきますな。死が近いのに恐れがないというのは本当かしらね。兄上は戦場の南を進軍中か。ちょうど朝倉殿の援軍が駆けつける場所だな。行くぞ。信長様、遅くなり申した。信長様の歩みを止める者、家康が退けましょうぞ。自分から七に飛び込むなんて酔狂な男。朝倉義景水産、信長年貢の納め時であるぞ。地獄が近づいたかしら。かかれ、行きなさい。さようなら。あっちゃ、敵に囲まれてしもうたか。ここは我々が食い止めます。先をお急ぎください。朝倉義景、何するものぞ。三河武士が相手になろう。うぬらが一心聞き届けようぞ。急いとげると、そう決めたのです。それがうぬの望みか。ならば叶おうぞ。伝えてくれ。他人の戦いご苦労なことも。信長公には恩義がござる。それに我が手は信長公なしには語れませぬゆえ。飲み込みにくいのは乱世の男って。お見事。この程度で満たされると思う。お見事。この程度で満たされると思う。お見事。この程度で満たされると思う。愛する男とそういう素敵な話。お兄様、お兄様を愛していないんですか。さようなら。乱世の女は清掃の道具。感情なんて必要ない。老人が手加減はなしか。一応あなたも乱世に狂わされた女、私たちを殺そうとしたこと、決して恨まないよ。開門。女を泣かせるなんて、あなたも乱世の男の一人。位置は分かった。ゆえに今同じ道を歩んでいる。勝手な己のために女を巻き込む。何で決めたこと。そこに男も女もない。男性に男女が分かり合える。私は見てないわ。攻めてあげる。結晶、私の足元にひれ伏したわ。おぬ、うぬと信長は今日も生きておるぞ。どうかしらね。私の心はとっくに死んでいるのよ。であるか。落ちてみない？手のものはわずか。信長を討つにはまたとない機会ぞ。これも仕事なんでね。逃がしません。美しいぞ。信長を助けるか。ならば信長はうぬを闇より解き放とう。おの、闇の乱世の地獄の先を見よ。乱世の先、何が見えるというの？この闇の先、